熊本言うなお熊本言うなお熊本言うなおから1943年11月26日は、日本の教育者、天文学者、数学者、心理学者、先生術師。福岡県立中学周遊館初代館長、長崎高等商業学校初代校長、朝鮮総督府中学校初代校長、 久留米藩士の子として、後の久留米市ボタル川町に生まれる。陽明は井植木六郎。生後間もなく、熊本家の養子となる。1872年、11歳で、久留米藩の藩校である厚生館に入学し、告げ前後や、英人宣教師、常時応援から、英語、気化学、地理、博物学を学ぶ。1875年、関立東京英語学校。 1876年、官立東京海正学校予科を経て、1878年9月、東京大学理学部に第一期生として入学し、星学を専攻する。理学部の同期生は、田中立愛吉、田中昭平、藤沢力太郎、そして優直の4名のみであり、星学科は優勝数とであった。星学科では、1880年8月、 DC メンデンホール教授らと共に、富士山町における日本で最初の気象観測を行っている。この際、気圧観測に基づいて、富士山の標高を3778メートルと計算している。1881年、当時東京大学理学部助教授であった、後の三井財閥総水、段拓馬から天文学を学んでいる。また、 東京大学が発行していた雑誌学芸資林に月の引力による潮の満ち引きに関する論文読み調析新説を寄稿し、これが東京大学理学部天文学科第一号論文となるなど優秀な学生であったことが伺える。ところが当時の理学部長菊池大六の数学者としての才能に疑問を持っていたことから来る日頃からの菊池との対立があり、 1882年7月5日の卒業式では、菊池から卒業証書を授与されるや、それを人物の進化に一枚の紙を持って定むる応援やと言ってその場で破り捨ててしまったため、学位認定を受けることができなかった。1883年、声楽科を修了し、東京大学理学部声楽科補助となる。この頃、副業として、 成立学者の教師も務め、当時その学生であった、夏目漱石と出会う。1884年5月、東京数学会社に入社する。1884年9月、東京大学予備門教諭となり、夏目漱石、正岡四南方熊楠、秋山正幸、山田微妙らに数学を教えている。正義感が強く、 周りに幻覚性を求める性格であったとされ、漱石は、ユーナをモデルにして、小説、坊津ちゃんに出てくる、数学教師、山嵐を描いたとされる。同年11月、東京大学理学部順序教授となる。この頃、数学者として、マトリックス理論を日本に、初めて紹介している。ローマ字推進論者であり、1885年1月、 富山正一、寺尾久志、矢田部良吉、山川健次郎、松井直吉、北尾二郎と共に、ローマー酒会を設立する。1885年9月、旧福岡藩の藩校であり、福岡県立英語専修修遊館として再興された、修遊館の初代館長に、タク間の親友であった、金子健太郎の推挙によりわずか25歳で、任命される。 数学、物理を担当し、官長としては、儒学ではなく欧米の哲学、倫理学を講じた。1887年3月26日、原因不明の出荷で校舎が全焼するという災難に見舞われるが、福岡県一帯の財産化を解いて、再建資金を仰ぎ、2年後の1889年には、再建を成し遂げている。1890年、 山口高等中学校の教頭となる。ここで、坊津ちゃんの、バッタ騒動のヒントになったという説がある、寄宿者騒動に遭遇している。1894年、再び周遊館の館長に任命され、同年、現在も使用されている、周遊館の六甲星の起床を制定している。また、1899年1月、 福岡日日新聞に九州大学と高等学校を発表し、福岡における大学設置運動の口火となり、これが後の九州帝国大学の設置へとつながっていく。なお、1897年11月9日には、当時旧制第五高等学校教授であった教え子、夏目漱石が英語授業の視察で、周遊館を訪れ言うなおに面会している。 1902年、文部省史学館となる。同年発生した哲学館事件の主要人物となっている。1903年、ヨーロッパに完比留学して経済学を治め、その一方で、ドイツにおいてルドルフ・シュタイナーと出会い、シュタイナーの精神科学、人知学を学び、イギリスにおいて近代先生術の父と言われるアランレオやセファリアルから、 先生術を学ぶ。1904年、東京高等商業学校教授研修学館。1905年、長崎高等商業学校初代校長を歴任し、1909年、50歳で定年退職する。同年、新設された形状居留民団立、形状中学校の初代校長に就任し、1912年には、論文、宗教的、 道徳的上層の教養上献身派の心理学の応用により、シュタイナーの人知学を日本に初めて紹介している。1913年、同校が解消した朝鮮総督府中学校校長を最後に校職を終了し、東京に移住する。引退後は、1914年、天文にイルーン勢予想術によって、西洋先生術を日本に初めて紹介し、 先生術師となる。先生術により、政治、経済、社会などの、あらゆる分野で、数多くの予言を的中させ、山一証券の創業者、小池国蔵は、言うなおの先生術による、景気予測によって、巨万の利益を得たとされる。相場師、伊藤藩にも、人じき言うなおに支持している。1943年11月26日死去、去年84。 墓は、鶴見の総持寺にある。僕らの入学した頃の館長は、熊本雄奈緒という先生だった。後に、文部正し学館になったり、長崎高長の校長になったりし、晩年は、考え声学という星によって、運勢を占う仕事をするなど、とにかく一風変わった人物であった。自転車の流行し始めで、熊本館長は、 特にハンドルを高く作らせて、ペタルを踏みながら少しも姿勢の崩れないようにし、西人町の油屋の角を曲がるときなど、道の真ん中を直角に曲がるといった知り方だった。僕らは新入生であまり岩長に接触する機会はなかったが、ただ新入生が入学すると一度だけ一堂を行動に集めて、 かつ回の作った、西郷隆盛を弔う長歌を講義し、聞かせるのを行事としていた。別にこれという寛解は残っていないが、それ達人は体感す。罰さんが一世の言うあるも英子は、夢か幻か、大隅さんのカリクラに、新女の月の過激よく無念無双を見ずらんという、老将の声だけはまだ耳に残っているような気がする。西郷隆盛に、よほど死粛していたものと見える。 ありがとうございます。